HE176HE176 は第二次大戦前夜の1939年6月20日にエーリッヒバルシッツの操縦により飛行に成功した世界初の有人液体燃料式ロケット飛行機。高速飛行機の動力として1920年代から開発が行われていたロケットエンジンはそのすべてが固体燃料を利用していた。 1937年にバルター社のヘルムート・バルターが液体燃料式ロケットエンジンの開発に成功。ハインケル社はこのエンジンを利用した試作機として HE176 を開発した。機体形状の特徴は空気抵抗を減らし高速飛行を実現するため、コックピットは胴体と一体化した流線型の機体となっていた。 ヒトラーはじめナチスドイツ交換の前での試験飛行も行われたが、期待された高速が出なかったことなどにより、開発中止命令が出され、HE176 は試作機として終わった。しかしロケットエンジンの開発は、以後も続けられ、メッサーシミット社が開発した ME163 が、世界初の実用ロケット戦闘機として1941年に初飛行した。 サンメンズ1920年代半ばにドイツのスタントマンが固体燃料ロケットによる推進の自動車やオートバイ、鉄道車用ロケットスレッドの実験を行った。1929年にアレクサンダー・リピッシュはエンテを開発しフリッツ・フォン・オペルはロック1を開発した。固体燃料ロケットは一度点火すると出力の 調整が困難であるなど欠点が多かったので航空機の動力としては不適だった。1931年に陸軍兵器局はクンメルスドルフで液体燃料ロケットの研究を始めた。1932年にはベルナー・フォン・ブラウンが高濃度のアルコールと液体酸素を推進剤とするロケットを設計した。 これが彼の最初の実験だった。1934年に彼は A2 ロケットを北海の島であるボーカムで試験した。HE112、1936年にフォン・ブラウンのロケットチームはクンメルスドルーフで液体燃料ロケットを飛行機に搭載することを検討した。エルンスト・ハインケルはこの案を熱狂的に支持し、 HE72 と後に2機の HE112 を実験用に提供した。1936年末にエイリヒ・ウォーズイッツはドイツ航空省からフォン・ブラウンとハインケルのとへ出航を命じられた。彼は当時最も経験の豊かなパイロットで波外れた技術知識を持っていたためテストパイロットに選ばれた。1937年6月に ベルリンの東 70km の地点にあるノイハーディンベック飛行場で、ウォーズ・イッツは飛行中にピストンエンジンを止めて、フォン・ブラウンのロケットエンジンによる推進のみで飛行した。着陸時に胴体着陸して胴体が炎上したが、後部に搭載した推進機でまともに航空機を飛ばせることが実証された。同時期、ヘルムート・バルターは、 過酸化水素を使用したロケットの開発を進めていた。キールのバルターの工場では、航空省と HE112 にロケットエンジンを搭載することについて話し合われていた。ノイハーディンベクで、アルコールと液体酸素を動力とするフォン・ブラウンのロケットと、バルターの過酸化水素とカルシウムカマンガン酸仕様を触媒とするロケットの二つの異なる設計が、試験された。 コンブラウンのエンジンは直接燃焼して噴射するものであり、他方のバルターのエンジンは高濃度の過酸化水素を主成分とする T 液とヒドラジンとメチルアルコールを主成分とする C 液という2種類の水深剤を混ぜるだけで化学反応を起こす添加装置の不要なハイパーゴリック、水深剤によって高温の蒸気を生成するものであったが、両方とも水力を生み出し高速に達した。 その後のバルターロケットを搭載した HE112 の飛行では、フォン・ブラウンのものよりも信頼性が高く運用が、単純でテストパイロットであるウォーズ・ウィッツと機械にとって、危険性が少なかったウォーズ・ウィッツ 2009P23 ウォーズ・ウィッツ 2009P30 ウォーズ・ウィッツ 2009P51 ウォーズ・ウィッツ 2009P41 ウォーズ・ウィッツ2009 P55 ありがとうございます。